っていうかまた違ってきちゃうかもしれないですね。完全にもう僕の趣味なんでこれは。そうですね、初めてですね。今年初めてお客さんがないバイクを2台持ってったんですね。まあそこまでじゃないですね。夢とかではないですね。全然なんかもう自分がその好きで使いたいなと思って寝かしてた部品とかで、昔から僕このシングルダウンチューブのチョッパー好き で、あとまあその当時のまあ、80年代ですかね、のエンジェルスの人たちがやっぱこのセンターラインのこのホイールを入れて左右2本出しでこう網上げのシートとかフリンジシートでバンバンこう走ってる、その向こうのいわゆる不良のバイクですかっていうのがすごい好きなのもあって、だ要は本当だったらこういう感じで行くんだったら、まあ、ドラムブレーキでもっとクラシックにしてもいいと思うんですけど、あえてそこはセンターラインのディッシュホイールにディスクブレーキ、パフォーマンスのキャリパーで、このエリートのこのホワイトレターのタイヤですか、あえてそこ別にヴィンテージっぽさを出すわけじゃなくて、ただまあこの辺の趣向で言えば当時のそのモールディングの70年代とかのチョッパーの雰囲気も僕好きなので、でやりたいし、でなかなか普通の人だとやっぱここも引っ付けちゃうのってやっぱみんな嫌がると思うんですよね。でも俺はなんかその逆にここをここまでやってここつけないの逆になんか中途半端だなと思って、本当は外せるようにするのもできるんですけど、でも結局そこ外せるようにするのもまた逃げるような感じがして、で本当はこのメッキフレームとかでやるときに本当はその全部きれいに作って手で磨いてメッキフルポリッシュっていうかメッキにしてもよかったんですけど、あえてその何ですか、このモールディング感のあるこのメッキ塗装でやることによって、そのモールディングの感じでメッキってやっぱないじゃないですか。鉄板とかで作るとやっぱり鉄の質感しかないので、こういうのもちょっとやってみたいなっていうのと、完全にただ僕は羊たちの沈黙が好きでレクター博士の関連をただ入れてるんですね。だから本当好きなのをただこうやってる感じです。
そうですね、やりたいというか自分が好きなチョッパーの形っていうかですかね。なんかその必ずチョッパーだって例えばセブンティーズだったらロングフォークでどうこうとか、まあ、90年代のフリスコだったらこうとかじゃなくて、自分が好きなのをうまくこう入れ込んでみたみたいな感じですね。だから本当はもっとクラシックにしようと思えば全然できますし、もっと走りに振ろうと思えばできるんですけど、あえてその抜き感というか、なんか自分の俺だったらこういうの好きだなみたいなのを、本当はここ部品これこれこれってやるとかっこ悪くなっちゃうんですけど、まあ、それをなんかうまくまとめてみたみたいな感じですかね。そうですね、まあ、こういうのが好き、ちょっといやらしいというか、まあ、普通の人がまあ好むタイプじゃないバイクの方が好きです、基本的にはですね。このシルエットだけでもないんですよ、だからバイク屋やってるようなもんで。これは今回僕がこのシングルダウンチューブで作りたかったチョッパーがこれなだけであって、でやっぱりヴィンテージのボーバーも好きであったり、こういうラバーマウントのポリスも好きだったりとかって、やっぱいろいろ好きなんで、今回たまたまチョッパーはこうしてみたっていうだけです。はい。